改造マリオとは、スーパーマリオシリーズの作品である、スーパーマリオブラザーズや、スーパーマリオワールドなどを、ゲームエミュレータによって、非公式に改造して作られたアンダーグラウンドな、アクションゲームの総称である。このうち仕掛けによって、プレイヤーが操作せずにクリアしてしまう形式のものは、全自動マリオと呼ばれる。また、コースを改造するには、バイナリーエディターを使うことで改造できる。 2006年12月にサービスを開始したニコニコ動画では初期から人気のジャンルとなっているが2008年には著作権侵害を理由として多数の動画が削除されている2007年6月9日に第一作が投稿された動画自作の改造マリオを友人にプレイさせるは鬼畜かつ巧みなステージ設計友人の異様なプレイ技術の高さなどが 相まって大きな注目を集めた動画とされ、この友人マリオシリーズは日本国外ではアスホールマリオとして知られている。また YouTube において最も多く再生されたスーパーマリオシリーズの映像は2007年に投稿された超難度に改造されたマリオのプレイ映像集であり、8年間で2900万回もの再生を記録している。SF 文芸評論家の藤田直也は2015年9月10日に発売された Wii 有用ソフトスーパーマリオメーカーについて流行している改造マリオを公式に作れるようにしたゲームであることから非常に巧みなネットの使い方であり、任天堂はニコニコの使い方がうまいという話なんだと思うと述べている。インサイドではマリオメーカーによって 問題はありながらもかつて盛り上がった文化である全自動マリオが再び活気づいたとしておりエンタミクス2016年4月号では今春ワードの一つに全自動マリオが選ばれているありがとうございます